はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、池袋にございます一人焼肉みそのさんにお邪魔しております。というのもこちらのお店の方からね、ご連絡をいただいて、ちょっとね行きたいなと思ったメニューがあるんですよ。それが、食べ放題なんですけど、なんとこちらのお店英語のね和牛を取り扱っておりまして、そちらのお肉はね食べ放題になるコースがあるんですよ。通常はね、僕今日一人で来てるんですけど、二人からの利用は可能でして、1日に3組限定 A5 ランクのお肉のメニューが壁紙にね、こう木札で置いてあるんですけど、そちらのメニューと、まあ、サイドメニューなどが全て食べ放題ということで、しかも金額がなんと6000円ですよ。6000円、やばくない？今回はね、こちらのメニューただ食べるだけじゃ面白くないと思うので、食べ放題のこの6000円っていう金額から食べた金額ね、果たしていくらお得になったのかという、こういった企画をねやりながら、今回こちらのみそのさんで焼肉を食べていこうと思います。はい、ということで今回の食べ放題なんですけど、最初にね4種のお肉が来るんですよ。日によってね若干メニューが変わるらしいんですけど、本日は唐辛子、座布団、片三角、片芯と、こちらの4種ということです。ちょっとねお肉入れていきましょう。うわー、いい音してるな。座布団も、うわー、うまそう。めちゃめちゃいい音してるこれ。いいよ。よいしょ。これやば。そろそろね一発目のお肉焼けましたんで、いただきますと。よいしょ。うまそう。お肉やらかっ。うまっ。ちょっとね時間があるんでどんどん焼いていきましょう。あ、ありがとうございます。ハラミと片芯。はい。それで追加ですね。ハラミと片芯の2種類を2枚ずついただきました。追加でこちらのキュウリのたたきもサイドメニューでいただきました。こちらのお店ね、店名にもあるように一人焼肉もできるお店なので、メニューがね1枚単位で販売してるんですよ。こういったね販売方法もやっぱりみんなお腹いっぱいになっちゃうところをいろんな種類食べられるんで嬉しいですよね。焼けたかな俺。うわ、うまそう。お肉がめちゃめちゃうまそう。うわ、確かに先ほどねお店の方ともお話ししたんですけど、ぶっちゃけもう赤ですとこのコースは。それでもやっぱりお客さんにねこう喜んでいただきたいと言って開始したメニューみたいでして、限定3組にはなるので、気になる方はね早めにお店にお問い合わせして予約してみてください。絶対食べた方がいい。続いてこちらのメニューいただきました。縦バラとシンシンを2枚ずつですね。溶けるな。こちら続いて追加注文でございます。唐辛子と肩かぶりでございます。お店のねおすすめ、しかも人気メニューだそうで、牛すじ煮込み。これもね英語のお肉を使った牛すじ煮込みでございます。ちょっとこちらおすすめの牛すじ煮込みを。トロトロだ。トロトロだしね、臭みも全くない。うまっ。はい、失礼します。で
もうね、ちょっと我慢できないんで、大ライスを注文しました。タレつけて、これはたまらんでしょ。肉巻きライスと。追加の座布団とスネでございます。改めてこう一皿ではなくて1枚ずつね注文できると、脂っぽくなったなと思ったら赤身肉に変えられるし、ちょっとどっしりいきたいなと思ったら霜降りに変えられるし、このシステム素敵だね。続いてですね、インサイトとタン元でございます。タン元がねめちゃめちゃ分厚いんですけど、これ、ね、よく焼いた方が柔らかくなるみたいです。インサイト、インサイトめっちゃうまいっすねこれ。タン元もあ、うまそうな色してんな。タン元いい感じかな。タン元はね、そのまんまいただきます。食感はね、ものすごく柔らかいんですけど、サクサクっとしたね、繊維的な食感がこれ面白いね。うわ、今日車じゃなかったらな、酒飲みて。追加のナイス2杯目でございます。今回のね、食べ放題、寄付代以外にも、ポスターのメニューがあって、食べ放題1回につき1皿注文できるらしいんですよ。そこのね、ポスターメニューから、まず、こちらのタン塩と、極上サーロイン焼きすきと、これ、すき焼きのようにね、卵に絡めていただくメニューらしいんですけど、これ絶対うまいと思うんですよ。いやー、うまそう。かなりレアめですかね。こんな感じで、よいしょ、卵に、うわ、うまそう、ライスバンで、やらっか。甘辛くてちょっとね濃いめの味付けになってるんで、これがねまた卵とライスは確実に必須ですね。これ焼きすき最後の1枚なんで、ご飯にのっけて残った卵をこう、この卵ご飯にかけるやつ、僕らがおすすめする裏技なんですけど。あ、本当ですか。あんまり普段こう食べ放題って僕もそんなに利用する方ではないんですけど、人生で多分一番うまい焼肉の食べ放題だと思いますね、間違いなく。
続いて頼んだ商品なんですけど、和牛のね11点盛りなんですよ。こんな感じのラインナップなんですけど、みさのさん自体お肉をね約55部位牛だけで取り扱ってるみたいで、これがね日によって12部位前後ぐらいで毎日ね取り扱ってるらしいんですけど、中にはねやっぱりこうレアな部位とかもう聞いたことない部位たくさんあるんですよ。でやっぱりねそういうメニューって頼みにくかったり、まあ、試したことがないっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、仕入れた部位をおすすめで11点持ってくれるので、ここからお気に入りのお肉なんかを探して食べ終え次第ね好きなお肉を食べるっていうのもいいじゃないでしょうか。でもやっぱりこうやってねいいお肉を集中して食べてると、量ではね普段の動画に比べると全然ねまだまだ食べてないとは思うんですけど、満足感がすごくて、まだまだね時間あるんですけど、結構ねいい感じにもう満足してきちゃって、こっからは完全にあのお楽しみタイムですね。ちょっとそろそろ1時間ぐらい経つので、てかもう満足感が今すごい。ちょっとラスト注文いいですかね。そしたらこちらね最後の注文届きました。僕がドストライクにハマってしまったインサイドとサーロインのね霜降りなんですけど、まあ、もちろんね切れてはいるんですけど、もう見た目ね綺麗すぎてもうただのステーキ。超うまいね。こちらは最後のお肉ですね。うん、うわー、うまかった。ということで、ただいまね食べ放題すべて、注文の方終わりまして、どの部位もめちゃめちゃうまかった。大満足。ただもちろんね一枚一枚は金額ね安くてリーズナブルにはなってるんですけど、かなり食べたと思うんで、今ちょっとお会計の方ですね出していただきますんで少々お待ちください。マジですかこれ。今回のね食べ放題なんですけど、通常ね6000円で食べ放題が注文できるんですけど、17,028円と、こちら食べ放題のレシートがこんな感じ、6600円、まあ消費税込みでね6600円ということで、約で11,000円僕お得だったってことなんですよね。普段ねなかなかこうやって家庭の近くとかだと、まあ英語のお肉をねこんだけ食べるってことはできないですし、なのにもかかわらず普通の焼肉屋さんよりもね多分これ食べたら安いんじゃないのかな、下手したら。いやだいぶいいんですかこれ。ということでね、もう本当にお店のご厚意から生まれてるこのね食べ放題のコースなので、1日3組様限定、2人からの限定コースとなりますが、ぜひね焼肉食べに来る際は一人焼肉みさのさんでねこの食べ放題企画、コースをね頼んで美味しい A5 ランクのねお肉思う存分食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。